った終わった。いや、長く辛い補習だったね。でもこれで。先ほどから何か勘違いをしているようだが、まだ補習は終わっていないぞ。忘れたのか？お前たちがなぜ選抜試験決勝で敗れたのか。それは。安心しろ、次が最後の課題だ。最後の？一体何を？そうだな、貴様らには最後にブレイズとしての覚悟を示してもらう。それで教官、俺たちって今どこに向かってるんすか？ああ、少し先の海岸洞窟だ。そこで次の鍛錬を行う。了解です。っていうか見ろよ、海だぞ海。おいユーゴ、早く泳ごうぜ。レオ、まだ補習授業中だよ。ああ、そうだった。ほう、そんなに泳ぎたいなら補習授業のプランを変更してやってもいいぞ。え、マジっすか？甘い。この海には正体不明の獣が潜んでいると聞く。そいつは夜にしか現れず、海辺から人間を誘うらしい。しかも驚くことに、その姿は貴様らの少女そのものだそうだ。それって多くの猛者がそいつを倒そうと挑んでいったが、翌朝五体満足で帰ってきた者はおらず、服だけが綺麗に海岸に残されてるって話だ。やっぱりそれ獣じゃないっすよね。どうだかな。ただずいぶん昔から聞く話だから、もしそいつを倒せたらお前たちは英雄だ。やってみるか。遠慮しておきます。泳げると思ったのに。そんな簡単に許してくれるわけないだろう。だいたい僕たち今は水着も持ってないしね。水着か。水着なんだ。ちょっとレオ、何を想像してるんだよ。いや別に何でもねえよ。ただリゼット教官でも海で楽しく泳いだりすんのかなって。水着ではしゃぐ教官、それはまた。いい加減にしないと私が貴様らを服だけにするぞ。目的地の手前にボーナ村という小さな村がある。そこで一旦
休憩を挟む予定だ。おお、やった！危うく俺の腹から気高くない音が出るとこだったぜ。よかったね、レオ。僕はすっかりご飯抜きの覚悟をしていたよ。だよ、そら、せい、オラオラ、行くぜ。お前たちは私を何だと思っているのだ。私は生徒に無駄な生理的苦痛を強いるような前時代的教育方針は取らないぞ。すみません。その代わり気軽に七には放り出すがな。あの、前時代的教育方針に戻していただくわけには参りませんか。冗談だよ。どこが冗談なのか具体的に言わないあたりがやべえな。だね。ほら、お前たち無駄口叩いてないで行くぞ。はい。やな。おらおら。ん？レオ、あれってに襲われてる。どうしましょう、教官。おい、レオ、なんかわかんねえけど、とりあえずこの子を助ける。いいっすか、リゼット教官。許可しよう。まだ状況もわからないのに。まったく。うん、直情的に動く人間は厄介だが、慎重を期した結果初動が遅れて絶望的な状況に陥るなんてことも戦場にはまあまああることだ。お前はどう思う？ああ、もう。レオ、僕も手伝うよ。お前たちは案外。なぜあの時のことを今。さて、ザコはあいつら二人で十分だろう。私はデカ物を優先して片付けるか。やったやった。ここだ。消えろ。せせ、受けてみろ。受けてみろ。終わりだ。どうだ。消えろ。たせや。せい、知れ。さあ、やった。受けてみろ。終わりだ。こんなものか。さて、本番はここからだな。怪我なかったか？うん、ありがとう、お兄ちゃんたち。ならよかった。でも、どうして一人で村の外なんかに？ああ、それは、なるほど、そう来たか。教官、何か言いました？いや、何でもない。それで君の名は何という？エマです。この辺りに住んでいるのか？うん、最近引っ越してきたな。ああ、だからこの辺に獣が出るの知らなかったのか。何せよちょうどいい。送りがてら村を案内してもらってもいいだろうか？いいよ。じゃあ先に村の入り口で待ってるね。なんか違和感ねえか？
リゼット教官の態度、村の案内を頼むなんてなんかちょっとらしくない感じだね。早速村の案内を頼めるか。うん。こういうのなんかワクワクする。まずはすぐそこの建物に行くよ。エマちゃん、ここはねって案内したかったけどよく知らないんだ。エマも入ったことないし、特に大事な建物じゃないと思う。ん？旅人さんかね。そうか、この村にとってとても大切な倉庫じゃ。この村は何もないが、海産品はよく取れる。それを軍人さんに買い取ってもらって、村の資金にしているんじゃよ。なるほど。村の台所ってことですね。ああ。だからこの村の人間は、子供の頃から言い聞かせられる。あの倉庫で悪さをしたら大変なことになるぞ、と。言われてたんだった。すっかり忘れてたよ。気を取り直していきましょう。次は海岸ね。大丈夫か。まあ引っ越してきたばかりって言ってたしね。よし、海岸に向かおうか。村に海があるっていいよな。いつでも泳げるし。貴様はどうしても泳ぎたいようだな。本当に美味しいね。ここの名物シーフードアヒージョは美味しいだけじゃなくて健康にもとてもいいんだよ。毎日これを食べていたら10時間もぐっすり眠れるようになった。それはちょっと寝すぎなんじゃ。まあお年寄りにはちょうどいいんじゃないかな。ん？わしを年寄り扱いしよったな。あ、いや、そのアヒージョのおかげで五体健康快適睡眠、肌も陶器のようにツルツルなんじゃぞ。お前さんたちも食べてないなら今すぐ食べなされ。このご老人は名物の回し者か。の海岸です。貝とか魚とかいろんなものが取れます。多分。いや、想像なのかよ。あとね、村を海岸沿いに進むと洞窟への道があるんだけど、今は門の鍵が閉まってるよ。え、その洞窟って補修の目的地の。面倒だな。ごめんね、エマにも鍵の場所は。おや、あんたたち、あの門を開けたいのかい？え、そうですが。あそこの鍵は村の人間が交代で管理してるんだ。最近は獣が出て旅人も減ったから出番がなかったんだけど、それでも行くって言うなら後で私が開けておくよ。お、助かるぜ。よかったね、お兄ちゃんたち。じゃあこれで海岸の説明は終わり。次の場所はお兄ちゃんたちも喜ぶと思うよ。広場の近くだから早く来てね。次は俺たちが喜ぶところって言ってたけど、どこのことだろうね。お姉さんたち
この先の洞窟に行くの？やめた方がいいよ、獣がいっぱい出るよ。もしかして君も獣を見たのか？直接は見てないよ。でも昨日ここで遊んでたら声みたいなのが聞こえたんだ。それも一つじゃないよ、たくさん。あれはきっと、いや絶対に獣の声だよ。なるほどな。どちらにせよ私たちが行く価値はありそうだ。そうですね。珍しいわね、こんな村に旅人なんて。いや、正確には旅人じゃなく騎士とその見習いの卵だ。見習いの卵って、なんかあんまり気高くねえ肩書きだな。ああ、なるほどね。それを聞いて納得したわ。この村に旅人が来るはずないもの。なぜですか？見どころがないからよ。村人全員が知り合いなほど小さな集落だし、遊び場といったら海しかない。本当につまらない村よ。はあ、私も主婦の生まれだったらな。俺は近くに海があるってだけで羨ましいけどな。価値観は人それぞれだね。よう、あんたら旅人さんかい？それじゃあ面白い話聞かせてやるよ。村の奥に二軒家があるんだが、一軒は長いこと空き家なんだ。だが昨日からなぜか物音や話し声が聞こえる。どういうことかわかるだろう？なるほど、確かに面白い話だな。てか、なんか今日そういう系の話多くねえか？確かにね。でも昨日から聞こえるっていうのは不思議ですね。そういう話って基本的にずっと昔からっていうのが多いですけど。兄ちゃん、ロマンがねえな。そういう現実的なことを抜いてこその怪談だろうが。なんかすみません。おやま、見ない顔だね。こんなさびれた村に何をしに来たんだい？まあ野暮用でな。この先の洞窟を目指している。ってことはあんたたち軍人さんだね。いや助かるね。最近獣が出て困ってたんだ。早いとこ倒しておくれよ。任せてください。獣なんて俺たちの手でぶっ倒してやりますから。ほう、言い切ったな。え、そりゃだって元気があっていいね。頼んだよ、お若い軍人さん。ここが俺たちの喜ぶところか？そうだよ、村で一番おいしいって評判のお食事場所。おお、地元民のおすすめか。これは気高さポイント高えな。なんだその謎の評価基準は。そういえばこの村には名物とかあるのかな？あるんじゃないかな。じゃないかな。うん、あるよ。確かボーナ村特製シーフードアヒージョだ。あんたたち旅人だろ？一皿サービスしてやるよ。マジで？いいのか？ああ、俺はこの味を世界に広めたくてな。新しく村に来たやつには必ずタダでやってるんだ。
ずいぶん太っ腹なんですね。ではここで食事にするか。よし、決まりだな。早く行こうぜ。いやー、食った食った。ではそろそろエマを送るか。エマの家は村の奥だよ。先に行ってるね。エマの家は奥の方だと言っていたな。送ってるのか案内されてるのかわからなくなっちゃいましたね。